うわチュチュめっちゃうるさい。思考実験シミュレーターです。なんかあのトロッコ問題とかああいうのができるゲームらしい。デモ版だから5つできるらしい。十分だね。やろう。すごいおしゃれなカフェ感出してるね。これかな。ストーリーモード。歴史上で偉大な哲学者たちの議論に参加し、思考実験を探求し、視点からの洞察を得ること。あんま頭に入らんな。わからん。あ、すごい。ちょっとセゴロクっぽくなってる。トロッコ問題ね。はい。お、早速やらされるぜ。これ歴史上の、あ、ニーチェ。あ、すごい。ちょっとお勉強できるぞ。せっかくだから読むね。ドイツの哲学者フリードリヒ・ニーチェは、神は死んだと宣言し、宗教的および形而上学的確実性の低下を示し、伝統的な道徳に挑戦したことで知られる。彼は力への意志、個人主義の重要性およびユーバーメンシュの概念を強調し、その作品は実存主義、ポストモダニズム、心理学に深い影響を与えた。よくわかんない。あ、ニーチェが喋ってんだ。トロッコ問題って知ってる？暴走してるトロッコが5人を危険にさらしてるけど、レバー引けば1人だけを犠牲にして方向転換できるんだよね。お、なんか日本語訳すごいしっかりしてるね。多分中国あたりのゲームでしょ。アリストテレスとニーチェなんで喋ってんだよ。はい、ギリシャの哲学者であるアリストテレスは、形而上学、倫理、論理学、自然科学にわたり極めて重要な貢献をした。形而上学ってよくわかんないんだよな。彼は経験主義を擁護し、知識は感覚的な経験から得られると主張し、自然界のすべてのものには目的があるという考えである目的論を導入した。美徳、倫理、因果関係、原動力に関する彼の理論は西洋哲学思想に深い影響を与えた。あんま頭入ってないですよ。これってめっちゃ考えさせられる倫理的な難題で、何を選ぶかによって結果が変わってくるんだ。奇策じゃん、アリストテレス以外で。お、孔子。孔子は中国の哲学者であり、道徳、社会関係、正義を中心とした思想が儒教の基礎を築いた。儒教って何教だっけ？儒教？え、わかんない。彼は個人および政府の行動における倫理の重要性、慈悲深いリーダーシップの役割、美徳と社会の調和を育むための教育の価値を強調した。彼の教えは東アジア文化を深く形作った。うん。孔子のなんだっけ論文、え、なんだっけ、孔子のなんちゃらかんちゃらっていうのが教科書に載ってたよね。この問題って本当に人間の道徳心の根本に迫るよね。どっちを選んでも何かしらの害が出るとき、どうするべきか。考えるべきは行動とその結果がどう調和するかだよね。トロッコ問題ってさ、なんかその正直さ、実際その現場にならないともうどう行動するか分かんないって思っちゃうんだよな私。結局バランス感覚と適度さが大事ってことになる。そうなんだよね。その場のね、トロッコの方向を変えるのはより多くの命を救うっていう考え方で、被害を最小にしながら大きな善を目指すんだ。そう、だから一人のために5人を殺すみたいな。でも公平さや礼儀を忘れちゃいけないよね。たくさんの人のために一人を犠牲にするっていうのは現実的だけど、個々人の尊厳と権利も大事にしなきゃ。そう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 、一人を殺していいのかっていうね。そうそう、行動は論理だけじゃなくて倫理的な美徳を移すべきだよね。道徳的なグレーゾーンに立たされても正しい道を見極めるのが賢さってもんさ。あ、でもなんか最近トロッコ問題を解決する理論みたいなのなかったっけ。なんか X でバズってた気がするけど、待って、めっちゃ喉ガラガラ。今日寝起きなんだ。私が今日一日で喋るのはニーチェとアリストテレスと孔子だけか。十分、めっちゃ十分。この3人以外と喋ってないわ。孔子、じゃあ考えてみると、トロッコの方法を変えるって行為自体に道徳的な重みがあるのかな、それともその結果によって正義が決まるのかな。なんかちょっと深くなってきた話が。ニーチェ、でもさ、力への意志も考えてみようよ。力への意志？トロッコの向きを変えるのは運命を自分の手でコントロールしようとすることだし、
そうだね、多くの人の死を受け入れないっていう選択でもあるんだ。そうだね、その考え方がないとトロッコを動かすっていう行動が出てきませんよね、みたいな。アリスト、そう、決めるっていう行為が俺たちの合理的思考と道徳的判断を示してるってわけ。それが大事だよね。なんかさ、こういう歴史上の人物たちってさ、何、教科書にしか、教科書とかさ、歴史書にしか載ってないからさ、その実際喋った時どんな雰囲気だったっていうの分かんないよね、現代の人たちはね。実際このぐらいフランクに喋ってたかもしれないよね。いや、分からん、どっかの文献にあんのかもしれないけど、こんな感じだったとか。全くその通り。これは数字の問題じゃなくて、選択のプロセス自体が意思の表明で、人生の価値を認めることなんだ。でもね、制御されてない力には気をつけないと。うん、倫理的には自分の行動を美徳と共通善の枠組みで正当化することが求められるんだ。自分の行動を美徳と共通善、共通善ってなんや。確かにね、でも人生って問題を解決するものじゃなくて経験するものだから。それな、トロッコの問題は俺たちに道徳的信念と不確実性の中で断固たる行動を促すんだ。うん、まあでもこの話も割と面白いよね、この3人の話。それじゃあどうする？道徳を単なる計算問題みたいに扱って人生をバランスブックみたいにするっていうのはどう？バランスブック？そういう考え方は道徳が単なる数字以上のものであることを思い出させてくれるね。その行為の意図、つまりその正当性が本当に道徳的価値を決めるんだ。よく言ったよ、行為の価値は結果だけじゃなく、それを導く道徳性にもあるんだ。公平に行動するってことは本当に公平でなきゃいけないんだから。考えすぎだって。いや、もうそれ一番言っちゃいけない、この3人に、この3人に一番言ってはいけないこと言ってる私。考えることこそ素晴らしいみたいな3人だから。でもね、トロッコ問題には人生と同じで簡単な答えはないんだよ。こんな議論をしてると道徳について深く理解できるんだ。まあな、議論も大事だよな、ある程度は。この3人のお昼休みの会話でした。はい、今すぐプレイしませんか？やろうぜ。いや、面白いな、今の3人のお昼休み。面白い。あ、へ、は、へ、は、へ、は、は、ふっふー、ふー、ちょっと待って、ちょっと待って待って、操作がわからんのよ。才がなく自然のまま、あ、自然のままに任せるということも大事よな。え、ちょっと待って、これどっち、え、これさ、どうすればいいのかがわからん。このレベルで解除可能な実績。あー、なるほどね。え、どうやって切り替えるのかがよくわからんのよ。これちょっと、え、いや、え、あ、わー、今の絶対ドラゴンの方が良かったじゃん。わからんけど、ドラゴンもめっちゃいい子かもしんない。あ、宇宙人だ。宇宙人殺したくないんだけど。やばい。あ、これか。こいつがレバー持ってんのか。いやー、でもなー。うわー、私の道徳心が。だって宇宙人の方がさ、うわ、待って、めっちゃ人。めっちゃ人。え、やば。え、これ何？このケーキは何？ちょっと待って、このケーキは何？生きてる？生きてないよね。え、猫を使ったケーキってこと今の。え、やばくないそれ。え、あ、パイナップル入りのピザとパイナップルがないピザ。それ道徳ってか好みだろそれ。いや、別にどっちでもいいんだよな私。ブン、効果音が全部声ですね。え、てか、あ、そっか、今さ、手前にさ、猫の夫婦いたけどさ、あの猫の夫婦のウェディングケーキだったの。え、待って、これこそよくわかんない。ちょっと、え、待って、あ、え、あ、やばい、今カエルの王子様戻せないようにしちゃったな。え、こういうことでしょ、トロッコ問題って。こういう時に一人を犠牲にしようみたいな。これな、トロッコに直接介入できないのかな。ああ、なるほどね、さっきの一人の人が手前でお墓になってるんだ。 RIP レストインピース。ちょっとドラゴン殺してみるか。ごめんね、こんなさ、見た目だけで判断できないよね、正直ね。じゃあこれ今度人間もやってみるか。うわ、待って、宇宙人、待って、宇宙人なんかクリックできる。え、何それ、
あ、そういうこと？さっきの、さっき救った宇宙人が助けてくれたってこと？なんなんそれ。ちょっと待ってや。なんかさ、実績にさ、ドリフトっていうのがあるけどさ、これを目指そうねってことじゃん。ドリフトなんかできる？お、できた！できたできた！できたできた、ドリフトできた。ガチャ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 ってやってたらできたわ。待って、もうこっから先はもう一緒だよね。これさ、メニュー一旦戻ったらさ、曲変わるみたいなんだよね。じゃあ次のステージ行ってみるか。実績解除ゲーだな、どっちかっつうと。これ手書きのお猿さんかわいいね。無限の猿、猿の惑星見たことないわ。お、次は誰だ。ウルストーンクラフト。え、知らないこの人。やばい、無知なのがバレてしまう。英国の作家兼哲学者であるメアリー・ウルストーンクラフトは女性の権利を擁護することで知られる。へえ。彼女の画期的な著作「女性の権利の擁護」では、女性の教育と平等を主張し、女性が男性に対して劣っているという伝統的な概念に異議を唱え、フェミニスト思想の基礎を築いた。あー、そうなんだ。面白い理論に出くわしたんだけど、それが無限のサルテーリってやつ。無限のサルテーリっていうのがあるの？ずっと打ち続けたらいつかはシェイクスピアの作品みたいなものが打てるって話。え、本当にそんな話？数打ち当たるみたいな。あ、老子老子も孔子と同じ感じで捉えてるけど、古代中国の哲学者である老子は道教の創始者とされ、うわ、道教ってなんだっけ、何の宗教だっけ、道徳教の著者であると信じられている。信じられているって面白いね。いろんな説があるんだろうな。彼は宇宙の基本的な性質であるタオと調和して生きることの重要性を強調し、タオってなんやと、その哲学はシンプルさ、自発性、非行動（無為）を提唱し、平和バランス、自然界との調和のある生活を促進するものである。タオと調和して生きるがよくわからんけど。なるほど、それって宇宙がどれだけ無限に広がっているか、そして可能性がどれだけあるかってことを示してるね。ちょっと道教の考え方を思い出させるよ。どうし、ちょっとアホっぽく読む。無限に続く猿のタイピングはありえないことさえ起こりうるっていうターの変化を表しているとも言えるね。すげえ難しいことを簡単そうに言うじゃん。ヘーゲルは聞いたことがある。ドイツの哲学者ゲオルグ・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルは絶対観念論として知られる包括的な哲学的枠組みを開発した。え、なんか世界史に出てきた気がするこの人。彼は弁証法的手法を強調し、歴史と現実は矛盾とその解決を通じて進歩し、うん、思想の進化につながると主張した。え、歴史に学ぶ的な意味？違うかもしれない。自由意識国家の性質に関するヘーゲルの研究は、西洋哲学に深い影響を与えた。へえ。確かに面白いけど、これには必然性と偶然性について考えさせられるね。この定理ってなんか歴史的な弁証法みたいで、直線的な進行を示してるけど、偶然によるものなんだよね。わー、なんかもうついていけてない、私この3人のお昼休みの会話に。もう私だけお弁当だけ見て黙々と食べてる感じだわ今。うん、これって創造性や作者性についての私たちの理解に疑問を投げかけるよね。天をって本当に特別なんだろうか、それとも時間と思考の結果なのかな。猿の旅も私たちの旅と同じで自然の流れの一部だよ。努力はしないけど行動を通じて全てが可能になるんだ。これは道教の何もしないことが全てを達成するっていう考え方を反映してるね。え、道教ってそういう考え方なの？どういうことなんそれ。さっきの3人のメンツよりよ、もっと理解できない。どうしよう。指摘だよね。でも決定論を無視するわけにはいかないよ。この理論は時間さえあれば単純なものから複雑なものが生まれるって考えているんだ。それもちょっと無理ない？まさにテーゼとアンチテーゼが統合される弁証法のプロセスを映してるね。なんだっけ、テーゼが命題テーマで、アンチテーゼがその反対の
あれみたいなね、もうなんか私今すっごい頑張ってこの3人の会話についてってる感じがする。なんか私以外の女子3人がジャニーズの話ですっごい盛り上がってる時みたいな心細さを感じる、もしかしたらこれって人間の存在そのものを語っているのかも。意識はあるけど偶然の一部でしかないのかな。だから私たちの最大の成果は個人の才能よりも可能性の広がりの中にあるのかもしれない。ん？最大の成果は才能よりも可能性の広がり、わかるかなって思ったらわかんないわ。それって謙虚さの大切さを教えてくれるね。宇宙の無限な、宇宙の大きな計画の中ではどんなに賢くてもただの猿に過ぎない。お、厳しい。知恵は時間と無限の可能性の贈り物だ。もうわかんないわかんない、ごめんごめん、わかんないついていけない、この3人。この3人とお昼休み一緒に過ごしたくない。プレイしよう。これ何なの？これどういうことなん？結局猿の、無限の猿が何なのかよくわかんなかったわ。これさ、ここクリックできるんだけど、 USB ぶち抜くことができるんだけど、悪ふざけはい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 、実績解除ゲーだな。バト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 、電源切ったりはできない。まあいいや、やってみるか。あーあー、ええ、どういうこと？これど、え、どういう、はい、揃った、いい猿こんなに頑張ったのに猿って言われる感じ。これなんか出てきたけど、これ何、このアケコンみたいな、まあアケコン使ったことないけど、え、何、え、お猿さんキーボード全自動マシンだ。114514、どういうことそれって。え、これ途中でかわいそう、何も知らずにそういうことして。無限モードか。パイとか X も出てきたね。あ、もう一度って実績解除された。あ、次。何？星×星三角星×。よくわかんない。私はこれ一体何をさせられてるんだ、一体。お。なんかポチポチしてたら線になったよ。おさやさん、もういいかな？もういいかな。もう星4つ揃ったし、もういいよ。お猿さん終わり。はい、終わり。ありがとう。これは無知のベール。わあ、何？豚の貯金箱あるよ。次。あ、老子もう一回出てきた。自然ってなんか調和の大切さを教えてくれるよね。でもさ、その調和って人間社会のルールにどうやって取り入れられるか考えてみたんだ。もういきなり難しい。なんかさ、その自然は調和してるよねっていうのをさ、例えば今言われたとしてさ、そうだよねとしか言えないんだよな。老子はどれをもって調和って言ってんのかがよくわかんない。マルクス、あ、新メンツだ。ドイツの哲学者であり経済学者であるカール・マルクスは階級闘争、資本主義批判、私的唯物論の理論に焦点を当て、フリードリヒ・エンゲルスと共にマルクス主義を共同創設した。あー、これも教科書で読んだな。なんか彼はプロレタリアートがブルジョアジーを打倒し階級のない社会を創出するという構想を持ち、ほう、社会の変化と発展の主要な推進力として経済的要因を強調した。みんな平等で行こうぜみたいな感じか。資本主義批判でもあるんだね。へえ、うん、そうだね。でも社会ってのはよく階級の利益でぐちゃぐちゃになって公平っていうのが曖昧になっちゃうんだよね。あ、まあそれはいつの世もあるだろうね。じゃあさ、もし自分たちの地位やお金、権力のこと忘れて決め事をするって想像してみようよ。そうしたらどうなると思う？確かにな。私が必死に振り絞れる例で言うと、クラスの遠足でおやつの上限の料金を決めましょうってなった時に、クラスの半分がすっげえお金持ちで権力があって、もう半分がまあ貧乏な子たちで構成されてたとするじゃん、クラスが。その時に、まあおやつのね、お小遣いの上限を
いくらにするかっていうのを決めるときに、もし貧乏な子たちに合わせて100円までっていうことにしたら、まあその権力持った子たちは優しければいいけど、普段いいもんばっか食ってるからちょっとひもじい思いはするかもねみたいな感じ。いろんな立場の人がどっちかに合わせるってなると、どっちかが苦しい思いをするって感じかな。ソクラテス有名だよね、この人はね。ギリシャの哲学者であり、西洋哲学の基礎的な人物であるソクラテスは、批判的思考を奨励し、根底にある信念を明らかにすることを目的とした質問の方法を通じて、倫理と知識の重要性を強調した。信念を明らかにすること、彼は美徳の追求と知識と道徳的人格の相互関連性を信じ、吟味されざる性に生きる価値なしと有名に断言した。何、自分が信じてること考えてることをちゃんと言ってくれよっていうこと。倫理と知識の重要性、あー無知のベールね、面白い考えだよね。何それ知らない。教えて教えて。自分が社会のどの位置にいるかわからない状態で社会を設計するってわけだ。あー、これがもしかしたら真の正義を見つける方法かもしれないね。真の正義、そうソクラテス、これでね、一部の人じゃなくてみんなのためにいい決断ができるようになるかもしれないよ。ああなるほどね。さっきの私のクラスのおやつの上限の問題が解決できるかもしれないよ。解決までいかないかもしれないけど、一番いい決断ができるかもよみたいな話か。やっと話にちょっぴりついていけそうな予感。わかんない、この3人は通じ合ってるかもしれないけど、その中で私だけ一人、お前ちょっと理解できてないよなみたいな目で見られてるかもしれない。じゃあマルクス、君はどう思う？資本主義批判って観点から見てこれをどう見る？すごいな、お互いのこと一切否定せずに尊重し合ってるような。マルクス、無知のベールがあれば上流階級も労働者階級のニーズを考えざるを得なくなるよね。あ、そう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 、そういうことよね。自分の階級忘れたら社会は欲に走るんじゃなくて、本当に必要なものに基づいて物を分け合うようになるかもしれない。いや、欲に走るのは誰も止められないんじゃないかな。つまりさ、バランスを取ることが大事ってこと。偏見なしに行動して強制せずに統治するんだ。言うのは簡単ですけどね。でもさ、この考えって実際に役立つの？人って本当に自分の利益を忘れられるものなの？無理だと思う私。難しい問題だよねソクラテス。でもこれは目指すべき理想で、私たちを階級闘争を超えさせるものだよ。ん？ああまあ、まず理想がないと目指せもしないわよみたいな感じ。水みたいにさ、自分の場所を見つけて、みんなが嫌う一番下のところを目指して、そこに本当の調和があるって気づかなきゃいけないんだ。うん、また難しいこと言うな老子は。もう老子のこのお団子を手のひらでわしづかみにしたい。いい目標だよね。でも人間って複雑で、よく自分の利益で判断が曇っちゃう。そりゃそうでしょう。だからこそこういう哲学的な考え方が大事なんだよ。完璧を約束するわけじゃないけど、公平を目指して導いてくれる。一歩ずつでいい。ベールを正義に向かう最初のステップにしよう。まあ、無知のベールという言葉自体がよく分かんなかったけど、まあなんかその理想的な考え方を目指して、そこに向かっていきましょうみたいな。ただな、それを自分の利益を優先しない方がいいっていう考え方すら届かない人もいるけどね。なるほどね老子、哲学者として私たちの役割は規範に挑戦してもっと公平な社会を思い描くことなんだ。そっか、それの考え方を提示するために君らがいるっていうね。やるか。そんな難しい話しといて結構操作は単純なんだよな。これ何？お金か。人間が5人いて豚の貯金箱が5つあってお金がある。これ、あ、はい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 、貯金。その SE 何なの？え、これどうす、チッチン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 。微妙にパターンあるんだよな、ボイスに。これ1円、1ドルずつ豚に入れたけど、これどうしたらいいのかしらね。じゃあ、わかった。じゃあ、とりあえずみんなに平等に入れてみるか。チチン。
その声のパターン違いで微妙に笑わせてくるんだけど、チュッチュン、チュッチュン、これ超平等に振り分けられるよね。チュッチュン、チュッチュン、はい、みんなに3ドルずつ。おお、あー、この左から2番目が私だったってことか。そうなると話は変わってくるな。チュッチュン、いや、まあやるよね、1回はね。おお、あ、人間シャッフルされるんだ。そういうことか。この人間の顔んとこにある「You」っていうの、そういう意味か。どれが自分かわからないよってことか。やられたわ、やられたわ、これ恐ろしいゲームだ。チュチン、チュチン、はい、どうかな。あ、当たった当たった。15ドルゲット。あ、でも実績解除されないな。どういうことだ、どういうことだ。あ、もう解除されてたのか。ただただ私が嫌なやつじゃんそれ。なんなんそれ。いや、まあ結局私利私欲に走っちゃうってことね。 OK、 仕方ない。じゃあ次はこれ、シーシュポス。あー、シーシュポスって人がこのでっかい岩の玉を、あの、何、運ぶっていうゲームあるよね、最近ね。ちょっと流行ってるよね。そう、これこれこれ、やるゲーム流行ってるよね。あ、なんか新しいメンツいるわ。ヘーゲル、シーシュポスの話考えたことある。ただ丘の上に岩を転がすだけで頂上に着くとまた岩が落ちちゃうんだよね。そうなの、何その地獄。ヒュッパティア、知らんなこの人。これってなんかすごく人生っぽいよね。いつ終わるともしれない戦いと、その中で意味を見つけ出す試みを映してる。あー、ヒュパティアは東ローマ帝国のヘレニズム時代の新プラトン主義哲学者で、数学、天文学、哲学を教えた先生なのかな。彼女は新プラトン主義の見解を支持し、知的および道徳的卓越性の追求と物理世界を超えた単一の究極の真実の考えを強調した。難しい。彼女は学問と美徳の象徴として崇められている。なんか何かぶってんだろうこの子。ベールみたいなのかぶってんのかな。無知のベールかぶってんのかな。なんかさ、こういうの読むとさ、その新プラトン主義とかさ、聞いたことはあるけど理解できね、できてないからさ、なんか私のその学生時代の大勉強全く意味なかったんじゃないかって感じがしちゃう。なんか文字だけ覚えて内容全然覚えてないみたいな。でさ、これが私たちの日々にどう反映されてるかって話なんだけど、個人的にはちょっと教訓より罰みたいに感じるんだよね。ただの無駄な苦労ってわけ。いや、まあそうだよね。こんなさ、大きい岩をさ、丘の上まで運んでもさ、何があるのって感じだよね。まあなんか達成感とかはあるのかもしれないけど、その行動になんか人生を反映させてるのね。でもその中に美しさがあるんじゃない。シーシュポスは戦い続けることで自分の目的を見出してるわけ。うん、苦労を乗り越えることで人生に意味が生まれるんだ。まあなー、でもその苦労を乗り越えることが美徳みたいなさ、そういう考え方があるから、それを悪用して苦労ばっかさせるっていうことも起こってるけどね。ヒュパティア、知識や知恵を求めることこそが本当に価値があるって言いたいな。シーシュポスの挑戦は、逃げられない真実を追い求める私たちを象徴してるよ。あー、それ分かりやすいな。この大きな岩の玉が人生だとするなら、その人生からは逃げられないから、その何、岩の玉を丘の上に追い上げる道中で何か意味のあるものを見出そうぜみたいな感じだよな。でもさ、私たちの戦いを認めることでもっと高い美徳に近づけるんじゃない。大事なのは岩を転がすことじゃなくて、なんで挑戦するのかを理解することだよ。なんで挑戦するのか、なんで生きてるのか。まさにその通り。この終わりのないサイクルを通して自分自身と世界について深く理解していくんだ。存在すること自体が目的じゃなくなるってわけ。つまり大事なのは目的地じゃなくて、その旅路そのもの。一見無駄な努力に見えても挑戦し続けることで学び成長するんだ。確かにな。なんか目的
だけ見つめてるとこの道中がねちょっとつまらなくなるかもしれないよね。その道中を楽しむことができたら最強みたいな。でもこれをただの運命として受け入れて延々と戦い続けるしかないのかな。このサイクルから抜け出せることはないの。逃げるんじゃなくて自分の状況を受け入れることが大事。それぞれの挑戦はもっと先に進みたいっていう根本的な願いを表してるんだ。うん。だからこの岩の玉が例えばなんだろうな、会社のなんか成績上位とかそんなんだとしてみたらってことか。私はその会社の成績上位を目指してるんだぞっていう受け入れもう自分が何言ってるか分かんなくなってきた。そしてその超越を通じて戦いからではなく戦いの中で自由を見つけるんだ。岩が戻ることを知りつつもその過程で学び成長することが真の勝利さ。うん、なんかヒュパティアさんの話はちょっと分かりやすいな。じゃあ不条理に立ち向かっても本当に勝利を手に入れることができるのかな。これは人間の精神の回復力を示していて、希望と決意を持つ力の証明だよ。本当に勝利を手に入れることができるのか。なんかそれを考え始めたらすごい辛くなってきそうだよね。そう、戦いの瞬間に私たちは最も輝いていて自分の存在の確信に触れるんだ。あーなるほど、それやってること自体がもう素晴らしいよみたいな。この努力、この絶え間ない挑戦が実際のところ現実そのもの、つまり個人と集団の成長の物語を形作っているんだ。だからシーシュポスは永遠の努力の中で忍耐の価値、戦いの尊厳、そして人間の状態の美しさを教えてくれると思う。なんかなぁ、でも思うんだけどさ、なんかその考え方を大事にしすぎて壊れちゃう人が多すぎるような気がするんだよな。永遠の努力するのはいいけど、それ何に努力するかを自分でちゃんと決めないととは思うよな。本当に素晴らしい教訓だよね。私たちを形作るのは岩の重さじゃなく、それに耐える心の強さだから。まあキャパはあるけどな。やるか。これゲームになった途端すごい単純なんだよな、すごく。これシーシュポスか。すごい、お尻の形がすっげえ綺麗だね。あーステップすんのね。これこの足マーク以外押せないのかな。辛そう。会話メインだよな、どっちかっつうと。めっちゃ単純。頑張れシーシュポス。あー転がっちゃった。何度もでまたやるぜってことか。あ、変わった。なんかツインテの女の子になった。女の子なのかこれ。ただのツインテのおじさんか。え、これなんか他のことできないのかな。なんでツインテになったの。他の子ってことか。へい、ほう、は、ほい、はい。これただただこれこれさっき大学の卒業式だったみたいなやつだ。次誰だ。ね、もうわけわかんないじゃん。メデューサ。メデューサってこんなんじゃなかったっけ。次は。いやもうおパンツかぶってるこの人。絶対おパンツ泥棒だわこの人。ついさっきパンツ泥棒してきたけ、してきたでしょ。許さんぞ。昔さあの会社の上司の付き合いで一回だけオカマバーに行ったことあるんだけどさ、あのご高齢のおかまのおばあちゃん、おじいちゃん、おばあちゃんがね、あのベランダにキティちゃんのパンツ干してたら盗まれたのよって言っててさクソ笑ったよね正直泥棒がかわいそうって言ってたいやあの話面白かったな。おばあちゃんのおかまのおかまバー面白かったな。何気に女の人が行っても全然いいんだよね。ねかわいそういやかわいそう。これトイレのすっぽんすっぽんでしょ。おいおいこれみんななんて呼んでる。トイレのすっぽんすっぽん、キュッポンキュッポンズッポンズッポンかな。いやもう作業がね、作業っていうかこのゲーム性がねいきなり単純すぎてね雑談になっちゃうんだよなまあ悪かないけどさ。これ何かぶってんのこれ。これ何、ゴミ箱。ゴミ箱じゃない、なんだろうあれ、鳥かご。
天使様出てきちゃったわ。おい、こういうコスプレかな。おい何これ、はい、何これ、なんかのキャラにいたよね。やば、海藻みたいになってんじゃん。はい、解除されました。もういいです。はい、じゃあ最後かな、これで。コモンズの悲劇。何、ニコニコモンズの話。お、わあー、すげえ、新しいメンツ3人入ってきた。プラトンだ。プラトンも有名だよね。ギリシャの哲学者プラトンはアカデミーを設立し、西洋哲学に大きな貢献をした。彼は主義、美、平等を探求し、感覚経験を超えた理想的な形態の世界を提唱した。もうわかんないわ、感覚経験。プラトンの形態論、魂の三分節及び国家における理想国家のビジョンは今なお影響力を持っているプラトンなんかちょっと不満そうなのね共通の放牧地での悩みについて話し合ってみない？いいよ。自分の羊を増やそうとするばかりで、結局みんなで草を食べ尽くしちゃう問題さ。ん？どういうこと？他の人の羊もいるってこと？ボーヴォワール、この方も存じ上げないな。フランスの実存主義哲学者でフェミニストであるシモーヌ・ド・ボーヴォワールは、女性の抑圧を調査し現代フェミニズムの基礎を築いた独創的な著作第二の性で最もよく知られている。彼女はジェンダーは社会構造であると主張し、個人の実存の自由と神聖性を主張した。難しいな、ジェンダーが社会構造。はい、実際みんな自分のことしか考えてなくて、結果的にみんなで損するってことに気づいてないんだよね。これがまさにコモンズの悲劇ってわけ。ああ、そういうことか。え、それってさ、何、草を、放牧地に生えてる草をみんなで平等に分け合ってれば、みんな程よく育ってくってこと？そう、草のことがよくわからんそもそも、あ、ルソーいるよね。ルソー、こんなクリクリパーマなの？ルソーってテンパ？ジュネーブの哲学者ジャン・ジャック・ルソーは、文明が人間本来の善良さを損なうと批判し、へえ、人間は自由なものとして生まれた、しかも至る所で鎖につながれていると有名に主張した。へえ、彼の教育、社会、政府に関する著作、特に一般意志と直接民主主義を強調した社会契約理論は、啓蒙主義と現代政治思想に深い影響を与えた。文明が良さを損なう。けどさ、人間が本来持ってる優しさが何かいい策を見つけ出してくれるはずだよ。争うより協力する方がいいって思うんだ。うん、だから自分の羊を増やしたいっていうのをちょっと一歩引いてみようよみたいな。ルソー、君の楽観論もいいけど現実はそう甘くないよ。自分の欲ばかり追いかけてみんなの利益を見失うってよくあるから。もうさっきから言ってるよねそれね。あ、でもなんかこの出てくる3人のメンツ内で反対意見が出るのはちょっと珍しいな。反対意見っていうかちょっと歯向かってる感じあるな。プラトンおじさん、だから鉄人王が必要なんだよ。鉄人王、個人の欲を超えて賢く共有地を管理できる人たちがね。ああ、まあそれは必要かもね、管理人っていうか。プラトン、その案もいいけど自由はどうなるの？本当に賢い少数派に導かれなきゃいけないの？でも、その自由めっちゃ求めたい人はもう自分で放牧地作るしかないよな。自由が制御されないと混乱を招くんだ。コモンズの悲劇ってのは、共有資源に対する倫理的な態度がどれだけ大事かを示してるんだ。まあそっか、その共有の放牧地しか使えないんだったらそうだよね。確かに倫理的だけど、それ以上に共同体の問題だよ。僕の社会契約論は、労働の取り決めによって共有地がうまく管理されるって話してるんだ。労働の取り決めによって共有地がうまく、まあ確かにな、それは普通に現代社会の学校やら会社でもそうだよな。でも合意っていうのは脆いものだよ、ルソー。賢さと得がないと簡単に壊れちゃう。まあな、勤務中にスマホいじったりしちゃうもんな。だからこそお互いに依存してることを認めて、すぐに欲しいものを追いかけるのをやめる必要があるんだ。そうだね。でも私たちが取り決めを決めるのは人々の声だよ。エリートだけじゃない。うんうんうん、そう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 。
そう、めっちゃアホな上司がいると変なルールもできちゃうしね、そのルールを守ることだけに必死になっちゃったりするよね。でも共通の善ってのを誰が決めるの？大衆にはしばしばビジョンが欠けてるよ。それは対話だよプラトン。階級制じゃなくて、共有された存在をうまく進むためにはずっと対話を続ける必要があるんだ。対話こそ大事みたいな。だから動的な合意は私たちの集合的な理解とニーズに合わせて変わっていくんだ。だから社会のルールもちょっとずつニーズに合わせて変わっていく必要があるぜみたいな。素晴らしい考えだけど挑戦も多いよね。人間って複雑だからね。その通り。でもその複雑さを受け入れることで前進する方法を見つけられるんだ。あ、てかごめん、私このプレイしませんかの下の文章全然読んでなかったわ結構普通に大事なこと書いてたの。コモンズの悲劇は個人が、私利私欲のために行動し共有資源を使い果たした挙句に全滅するシナリオです。なるほど。規制や協力なしに共有資源を管理および保存するのは難題だと教えてくれます。なるほどな。これボタン押すとなんだっけこれ、キャトルミーティキュレレーションだね。あ、空腹度がどんどん上がって満腹度がどんどん下がっている。え、これクリックして、え、あ、やべ、羊食った、羊食べた。あ、草を食べるってことね、これで。おう、牛は満腹に、あ、待って、どんどん腹減るなこの子。でも多分これどんどん牛を増やしていく必要があるんだろうな。あ、馬が増えたぞ。これ牛んとこ向かわせたらどうなるの？あ、なんか殺しちゃうんだねきっとこれ。怖。豚さんも来たよ。いや、おかしいやろ。豚が牛食ったらマジ怖いだろ。これ私結局全然草も動物も増やせてないな。これあんま動物増やさない方がいいまであるな、正直。そうすると豊かじゃなくなっていくのかしら。ちょっと一旦全滅させてみるか。怖っ。やばい、みんな瀕死。やばい、みんな瀕死だわ。こういう場合に根も葉もない。だって、うわ、草食い尽くしたわ。根も葉もない。あー、死んじゃった。うわー、これ共食いが発生するわけだ。発生しないわ。うわ、悲しい。草一本しか残らない。うわー、あ、でも家畜いっぱいにするとうまいこと経営するとこの最後の一個ができるってことか。ちょっとやってみるか。草生えたそういう意味じゃなくて、そろそろいいでしょ。こんだけ草あったら大丈夫じゃないか。慎重にやろうか。一匹だけ飼っててもどんどん草減るよなこれ。満腹にならないんだもん。むず、どんどん食べちゃう。だ、遠くの草をさ食べさせに行けばさ時間は稼げるよね。あ、歩いてる間メーター減らない可能性あるなこれ。草生えるでしょ。あ、メーター減らないじゃん。じゃあ遠くの草食べさせときゃいいんだ。それは分からんかった。だからすごく運動させればいいってことだ、なるべく。え、むずくね？むずくね？いや、むずいよね。いや、さすがにむずくね？あ、むず、あ、もう無理だこれ。やば、死ぬ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 死んじゃう。いや、むず、
Goink. Wait.